彦将軍病は、中華民国体南シ安南駆道クや筋127号に、ある民間信仰の病で、第二次世界大戦期の日本軍人、杉浦茂法が神として祀られている。タバコを奉納される彦将軍病を心臓。三体の心臓はいずれも杉浦茂凡臓で、脇の二体は、信者から要望があった際に貸し出される1944年。 台湾に配属されていた日本海軍の杉浦、シゲルボン兵装長は零式艦上戦闘機32型に登場して台湾沖航空戦に出撃。10月12日午前、台南上空で米軍機と空中戦になり、撃墜される。彼は集落への墜落を避けるため郊外まで操縦してから脱出したが、落下山で降下中に米軍機の機銃装車を浴び、20歳で戦死した。 軍下には杉浦と書かれていて、その後、第201海軍航空隊分隊長の森山、敏夫隊員の協力で、この飛行士が杉浦シュルボンと判明した。死が迫る中で住民の命を守ろうとした杉浦氏を神と称え、地元の勇士らは1971年に祠を建てた。現在は毎日管理人が朝夕に回タバコに点火して、 心臓と写真に捧げて、日本の国家、君がよ、午後は、海いかばを乗り戸と,として歌っている。台南駅北端、バスターミナルより、大台南校舎の海東国小域、3番に乗り、道安寺口バス停にて下車、陳安道彦将軍病演技、陳安道彦将軍病、2014年7月13日閲覧、より ABC、 台湾で神になった日本兵務のお告げで、里帰り、産経新聞、2016年9月22日へ閲覧、飛将軍病内の説明版より、ありがとうございます。